こんにちは、ガンチャンです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、新外国人調査レポート2024ということで、広島カープと契約合意に至りました、ジェイク・シャイナー選手について話していこうと思います。2017年4月11日、東京ドームで行われました対ジャイアンツ戦で、鈴木誠也選手がカープの68人目となる4番を初めて務め、まあ、リーグ優勝に貢献したわけなんですが、8月22日の横浜スタジアムでの試合で、戸柱選手のフライをフェンス際でキャッチした際に、骨折と人体損傷で、 しかし,した。2021年にはオフにカブスに移籍するまでの間長らく主軸として活躍したわけなんですがカープはその後4番を打つ選手が不在になる期間に突入します2023年シーズンは菊池選手や上本選手らが4番を打つこともありましたがその時期は西川選手が離脱していたために苦肉の策でもありましたそして得点力アップを目指す広島カープは今季不調に終わりました4番も務めたライアン・マクブルーム選手とマット・デビッドソン選手の来季キ・ 契約を更新しないことを決定また西川選手が FA で移籍するなど昨年主に4番を任されたバッターが次々にチームから離れることになりました、まあ、カープとしましては新外国人の補強で今年補えなかった本塁打数や得点力を賄わなければいけませんそこで今回は広島カープが新たに契約を結びましたジェイクシャイナー選手について話していこうと思います、まあ、動画を最後まで見てもらいましたらジェイクシャイナー選手の経歴や特徴について知っていただけると思いますこのチャンネルではファン目線とスコアラー目線の切り口で様々な 角度で野球の話をしています新外国人調査レポートシリーズでは各チーム来季に向けて補強する外国人選手をね数多く紹介するシリーズになっていますのでチャンネル登録まだの方はぜひこの機会にチャンネル登録お願いいたします結論から言いますとジェイク・シャイナー選手は来季のカープの順位を左右するようなキーマンになると思いますそれでは早速ジェイク・シャイナー選手の経歴から見ていきましょう ジェイク・シャイナー選手、1995年8月13日生まれ28歳、身長は185センチで体重は90キロ、右投げ右打ち、カリフォルニア州サンマテオ出身で、2017年 MLB ドラフト4巡目でフィラデルフィアフィリーズから指名され、ヒューストン大学よりプロ入りします。高校時代はバスケットをプレーしまして、ヒューストン大学では全米体育協会 NCAA に加盟しています、ヒューストン・クーカーズで野球をプレーしました。2017年、ヒューストン・クーカーズでは63試合で打率3割4分6厘、本塁打 18打点64で OPS も1.098を記録プロ入り後はメジャー昇格はありませんで2022年は AA、A、テキサスリーグのアーカンソー・トラベラーズで127試合に出場し打率2割5分2厘本塁打21打点105をマーク2023年は AAA パシフィックコーストリーグのタコマライナーズで124試合に出場し打率2割5分2厘本塁打30打点105をマークしますもちろんマイナーリーグの成績ですしこの数字を額面通りに受け止めるわけにはいきませんが2 0 2 2023年シーズンは460打席で134三振を喫していますので何とも言えない部分はありますしかしジェイク・シャイナー選手の特徴といたしましてはまず1点目にまずその身体能力の高さですバスケットボールをしていたからかもしれませんがその瞬発性や反応力は高いと思います左足首を軽くステップしトップから手でこうボールを捕まえに行く感じのスイングで真ん中に入った緩い球はかなりの飛距離でスタンドへ持っていく力がありますこ状態が突っ込まなければアウトコースの直球も右方向へ長打を放てます ますすすののので打ち崩崩にには体の軸をななととか崩すような配球の工夫が必要になってくると思います、まあ、以上のような特徴のある選手なんですが、ジェイク・シャイナー選手は、獲得して大正解の可能性があります。その理由といたしましては、まず1点目に、1、3塁と外野も守れるユーティリティ性があるという点です。2022年、WA ・テキサスリーグのアーカンソー・トラベラーズでは、主に1塁手として98試合に守備についておりまして、守備率は9割9分3厘と、まずまずの成績を残しています。2023年、タコマ・ライナーズでは、83 3試合ををサーードでで出場ししてているののすが9個のエラーを記録しておりましして守備率も9割4分6という成績でした、またレフトとライトも守れるので、起用の幅は広がると思うのですが、一塁手としての起用が一番収まりがいいと思われます。そして2点目が4番を任せる選手だという点です。全く日本では未知数な部分が多いですが、西川選手が抜けた現段階では、シャイナー選手を4番に据える構想が一番無難な選択かなというふうに思います。もちろん他の選手も4番候補として出てくる可能性もありますが、小園選手や坂 中倉選手秋山選手ら主力バッターが左ということを考えますとどうしてもカープ打線は右のポイントゲッターを4番に置かざるを得ないと思いますそしてシャイナー選手が4番に固定できるならばシーズンを通して打線に軸ができるという点があります、まあ、以上のような点が挙げられます確かに外国人選手に関しましては日本に来てみないとわからないという部分は多々ありますしかしジェイクシャイナー選手は未知数ながらも可能性を大きく秘めておりますしレイノルズ選手と相乗効果が現れるならば相当活躍するんじゃないかなというふうに思いますね さて、今日は新学国人調査レポート2024ということで、広島カープと契約合意に至りましたらジェイク・シャイナー選手について話してきたわけなんですが、もう一度ジェイク・シャイナー選手の特徴を振り返りますと、まず1点目に。その身体能力の高さです。学生時代にバスケットボールをしていたかもしれないですが、その瞬発性や反応力は高いと思います。左足首を軽くステップし、トップから手でこうボールを捕まえに行く感じのスイングで、真ん中に入った緩い球はかなりの飛距離でスタンドへ持っていく力があります。状態がこう突っ込まなければ、アウトコースの球も 右中間方向へ長打を放てますので打ち崩すには体の軸を何とか崩すような配球の工夫が必要になってくるかと思います、まあ、以上のような特徴のある選手なんですがカープ打線の軸となる選手になるかキャンプから非常に興味深いところですね さて、この新外国人調査レポート2024では各チーム、来季に向けて補強する外国人選手を紹介していくシリーズとなります。次回も新しい外国人選手の情報が出ましたら、選手を動画で紹介していきたいと思いますのでお楽しみに。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。